関越自動車道高速バス居眠り運転事故とは、2012年4月29日に、群馬県藤岡市岡の里の関越自動車道上り線藤岡ジャイクション付近で、都市間、ツアーバスが防音壁に衝突した交通事故。乗客7人が死亡、乗客乗員39人が重軽傷を負った。この事故を契機に高速ツアーバスは廃止され、 新高速乗り合いバスに集約されることになった。防音壁に激突した様子を再現したモデル事故にあったツアーバスは大阪府豊中市の旅行会社。このツアーバスの金沢、富山関東間の片道、旅行代金は3000円台で、同区間の高速路線バスの運賃の半分以下と格安であった。当該便は2012年4月28日22時過ぎに、 JR 金沢駅前を出発し、途中、富山県高岡市で乗客を乗せた。この時点で、バスには、新宿駅あるいは、東京駅までの38人、東京ディズニーランドまでの7人、計45人の乗客と運転手1人の合わせて46人が、乗っていた。そして翌4月29日4時40分頃、群馬県藤岡市岡の里の関越。 自動車道上り線藤岡ジャイクション付近で防音壁に衝突。バスは大破して7人が死亡、2人が渋滞、12人が重傷、25人が軽傷を負うなど乗員乗客46人全員が死傷する事故となった。事故現場は片側3車線の南向きの緩やかな左カーブでバスは道路左側のガードレールに接触し、 そのままガードレールの延長線上にある高さ約3メートル、厚さ12センチメートルの金属製の防音壁端面に車体正面から衝突した。全長12メートルのバスに防音壁があたかも突き刺さったかのような形で約10.5メートルめり込んだ。防音壁と直前区間にあるガードレールには10センチメートルの隙間があり、このことが被害を拡大させた可能性があると、 指摘された。犠牲者の7人はすべて進行方向に向かって、左側の席に座っていた乗客で、うち6人は前から5列目までの乗客であり、軽傷者のほとんどは右側の乗客だった。犠牲者の死因は大半が圧死でリクライニングシートを傾けて寝ていたと見られている。現場にブレーキ痕やスリップ痕は見つかっておらず、運転手は群馬県警に、 居眠りしていたと説明した。バスの速度計は時速9 2トルを示した状態で止まっており、90時速1 0 0トル程度で衝突したと推定される。事故発生後4時51分に高崎市と広域消防局が事故発生を確知した。これにより午前5時に関越自動車道上りの高崎インターチェンジから本庄小玉インターチェンジの間と 北関東自動車道西域の前橋南インターチェンジから高崎ジャンクションの間が通行止めとなった。現場に到着した高崎市と消防局の高度救助隊や救急隊により救助活動、救急活動を実施し、田野藤岡広域市町村県振興整備、組合消防本部の救助隊、救急隊も出場した他前橋消防本部、渋川広域消防本部、 都根沼田広域消防本部、伊勢崎市消防本部の救急部隊にも増強要請が入る。5時10分に災害派遣医療チーム、群馬 d マットや災害拠点病院である前橋赤十字病院に第一歩が入った。群馬県医務課と消防の間にホットラインがなかったことから死傷者が多数出ていることが確認されたのが5時40分。 初動救護班が到達した7時15分には、トリアージが終わり、重症者はすでに搬送された後であった。この通行止めが解除されたのは正午頃である。日本の高速道路の単独車両による事故としての死者7人は、日本国内では前例がないほど多数であった。運転手の男性は、1993年に来日した中国残留孤児の指定で、翌年に、 日本国籍を取得したが、日本語が不自由であり、簡単な会話しか理解できないため、逮捕後も通訳を必要としたほどだった。大型西免許は2009年7月に取得、バス運転手としての経歴は約2年であった。陸園隊には人手不足の時に単発で短期雇用され、主に中国人を相手にした短距離便の乗務がメインで、 金沢便の乗務は初めてであった。4月28日8時に石川県白山市のホテルにチェックイン。16時半頃にホテルをチェックアウトし、22時10分に金沢駅を出発した。出発後、頻繁に急ブレーキをかけたり、カーナビゲーションの画面をよく見ていた。また、事故直前の休憩中、ハンドルにうつ伏せで休んでいたという乗客の証言もある。 関越自動車道経由の運行ルートについては、走りやすいから関越道を通ったとしている。ハーベストホールディングスの運行指示書には、上越ジャンクションから上新越自動車道を通るルートが記載されていたが、約35キロ遠回りの関越自動車道のルートを通行したことが分かっている。群馬県警察本部は、入院中の運転手の負傷回復を待ち、運転手に対して、 自動車運転過失致死傷容疑で5月1日に逮捕状を執行、退院後に逮捕した。22日に起訴された。また、この運転手は自身が所有するバス4台の営業用ナンバープレートを陸園体名義で取得し、独自の屋号で無許可営業し、中国人観光客向けバスツアーを主催して、バスを運行していたことが発覚した。 このため運転手は道路運送法違反で5月28日に再逮捕され7月18日付で国土交通省関東運輸局から道路運送法第81条第1項による自家用自動車の使用禁止処分が下された2014年3月25日に前橋地裁は運転手に対し自動車運転過失致死道路運送法違反 電磁的公正証書原本不実記録強要の罪で、懲役9年6ヶ月及び、罰金200万円の有罪判決を言い渡した。なお官邸留置時に睡眠時無呼吸症候群と診断されている。バスを運行した陸縁隊は、事業用バスを19台保有し、外国人観光客を中心に観光バス業務を営業していた。しかし、 2011年3月に発生した東北地方太平洋沖地震と福島第一原子力発電所事故以降外国人観光客が激減したため夜行のツアーバス事業へ本格参入した。当規模の記載によれば同社は資本金1500万円で1997年4月3日に有限会社張り製エキスプレスとして設立され、 2000年2月9日付で現象号に変更している。今回の事故では、ハーベストホールディングスと陸園体の間に2業者が、開催し、赤字にもなりかねない、往復15万円で受注していた。社長は、事故を起こした運転手について、休みを与えており、過労運転ではなかったとの認識を示した。事故を起こしたバスは、ゴールデンウィーク中の増発便であり、 その影響で通常は発注していない陸園隊により運行されたものだった。また、戦術のように陸園隊は事故を起こした運転手に名義を貸し、無許可営業をさせていたことが発覚したため、同社の男性社長も運転手と共に5月28日に道路運送法違反により逮捕された。同年12月10日、道路運送法違反に問われた裁判の判決が、 前橋地裁であった。社長への休刑は、懲役4年、罰金200万円に対して、懲役2年、執行猶予5年、罰金160万円。会社への休刑は、罰金200万円に対し罰金160万円であった。事故から1ヶ月後の5月27日に、金沢市内のホテルで、被害者説明会を行った。説明会中は、 ハーベストホールディングスの社長たちが土下座したが、被害者の家族や一部の乗客から、謝って済むか、土下座ぐらいできるだろうなどの激しい怒号が飛び交った。終了後も被害者からは、全く納得できない。許せないなど、会社側の説明に納得せず不満を露呈していた。事故後に、国土交通省関東運輸局が陸縁隊に対して実施した。 特別監査では法令で禁じられている運転手の日雇い、出発前の運転手の健康チェック等の点呼を行っていなかったこと、シートベルトの整備不良、運行指示書を作成せずにバスを運行したことなど28項目の法令違反が発覚し、違反点数は242点に達した。事業許可取り消しとなる基準点の81点を3倍上回ったため、 陸園隊は6月22日に貸し切りバス事業許可を取り消され、その後陸園隊は法的倒産手続きこそされていないものの、事実上倒産した。なお、関連会社であった株式会社千葉北エンタープライズは事故後県内に本社を移転し存続している。都市間ツアーバスの利用者は2005年には約21万人だったが、 国の規制緩和により新規参入事業者が増え、2010年には約600万人が利用している。その反面、加藤競争となり、立場の強い旅行会社がコスト削減を強要し、安全対策がおろそかになっているとの指摘がバス関係者から上がっていた。総務省でも2010年に国土交通省に指導を徹底するよう勧告がなされていた。 運行の見直し事故後に国土交通省関東運輸局が陸縁隊に立ち入り検査を実施した結果など合わせて36件の法令違反が見つかった。さらに国土交通省が計画当初の乗務距離を算定した結果、乗務距離が運転手一人当たりの上限である 670km を超過していたことが判明した。なお、 運転手一人当たりの乗務距離の改正を目的に、高速ツアーバス等の過労運転防止のための検討会を5月28日に設置し、専門家による検討を行った結果、実車距離を 400km に制限することになった。また、バス事業のあり方検討会の結果を踏まえ、高速ツアーバスを運営する旅行業者にバス事業の認可を取得させ、 新たな高速乗り合いバスへの一本化を図ることになった。さらに、国土交通省は5月15日以降、関越自動車道における高速ツアーバスの事故を踏まえた公共交通の安全対策強化に係る検討チームを設置。16日には、大臣からバス事業者及び旅行業者に、高速ツアーバス等の安全対策強化に関する要請を行った。 国土交通省は防音壁とガードレールの間の隙間について、そのような隙間ができないように求める通知を1998年に出していたが、1980年代に整備された同区間は対象外であった。事故後の調査で、事故被害が増大化したとされる防音壁の隙間が全国で5100箇所あることが明らかになった。それらの隙間に対して、 ガードレールの延長などで隙間を埋める方向で検討している。事故後に国土交通省は都市間ツアーバスを運行する事業者に対して緊急重点監査を実施し、6月29日に高速ツアーバスの運行事業者のリストを作成した。また、6月29日に輸送の安全を確保するための貸切バス選定、利用ガイドラインを制定し公表した。 2013年8月に旅行業法で行われていた高速ツアーバスは高速乗り合いバスに修練された。車両の見直し車体前面中央下部の黒丸が車間センサーで車間と速度に応じて自動ブレーキをかける。事故を受けて2012年7月に椅子の背面を衝撃吸収できる構造にすることを義務化され、これを受けて昨日、 セレガとヒノ、メルファは2012年5月10日に、イスズガーラ、イスズガーラミオ、三菱不装、エアロクイーン、エアロエース、三菱不装、エアロエースショートタイプ MM は、同年7月2日にそれぞれマイナーチェンジで対応した。さらに、車線逸脱警報装置など採用を検討した結果、2012年10月30日に、国土交通省は、 自動ブレーキの義務化を提案し、2013年1月27日に法改正され、新型車は2014年11月1日から、継続生産車は2017年9月1日から義務化され、現在に至る。義務化されたのは、新車でかつ高速道路を走る車両に限定し、路線バスなどは対象外。現在発売されている大型観光。 高速バス車両は、崩壊性以前に、対応済みとなっており、日野、セレガは2010年7月13日に、イスズガ原ラは同年8月5日に、三菱不走、エアロクイーン、エアロエースは、崩壊性直前の2013年1月15日に、それぞれマイナーチェンジで対応している。なお、2010年8月に生産が終了した、日産ディーゼルスペースアロー、 スペースウィングは回収で対応する。6月29日に以下の通達を相次いで発出した。高速ツアーバスを企画、実施していることを観光庁が把握した旅行会社59社に集中的立ち入り検査を実施した。検査の結果、28社の法令違反を指摘した。これらについては行政指導が実施された。以後必要に応じて行政処分が実施される。 本事故発生を受けての群馬県庁側から救命医療チームへの通報及び出動要請が2時間遅れとなったことに際し、大沢正明群馬県知事が事故対応は一刻を争うもので簡素に連携する体制が取られないと意味がないとして大規模事故における連携体制の整備を今後の検討課題とすることを表明している。その後、 群馬県側が緊急時の連絡体制などについて調査を行ったところ、群馬県救急医療情報共有システムから発信され、危機管理室に迅速に伝わっているべき情報が全く通じていなかったことも判明。また、救急医療情報共有システムそのものに、県の危機管理室と消防法案課の責任職員の登録すらされていなかったことも発覚した。そのため、 群馬県では、関越道バス事故対応に関して、後日検証を行う方針を明らかにしている。高速バスを運行している39社が参加する、高速ツアーバス連絡協議会は、今回の事故を受け5月16日に、自主的な安全規制をまとめた。具体的な内容として、運行距離が夜間 450km 以上の場合、予備の運転手を手配する。 ツアー販売時に走行距離や乗務人数の情報の提供。車両を自社所有する高速乗り合いバスへの早期移行が盛り込まれた。バス営業を行う2217社が加盟する公益社団法人日本バス協会は5月17日に理事会において安全輸送緊急決議を全会一致で決議した。同決議では事故の背景となった高速ツアーバスの仕組みの廃止。 および、貸し切りバス事業の抜本的な適正化に向けて、さらなる努力を重ねる必要を前提としつつ、経営トップから現場まで一丸となった、運輸安全マネジメント、運転者への指導監督、健康管理、確実な整備、点検の励行等が盛り込まれている。観光庁からの要請により、一般社団法人日本旅行業協会及び、社団法人全国旅行業協会は、 高速ツアーバスに関わる安全指針高速ツアーバスの広告についてを6月6日に定めた。概略はツアーバスを企画する旅行会社はなどの遵守である。ありがとうございます。